コミンフォルム、正式名称は、共産党、労働者党情報局は、コミンテルンの解散以来、初の公式な国際共産主義運動である。コミンフォルムにより、第二次世界大戦後の世界秩序の変革が、確認され、東側諸国が誕生した。1947年9月に、ポーランドのシクラルスカ・ポレンバで、すでに、 ソビエト連邦が支配している各国の共産党の指導者たちが会議を行い、コミンフォルムが設立された。1943年に解散したコミンテルンの後ろ身に相当し、コミンテルンが労働者の統一戦線樹立を目指したのに対して、コミンフォルムでは各国共産党の情報交換やソ連の指導の下で共産党間の活動を調整することが、 主な目的とされた。また独自の新聞である、高級平和のために、人民民主主義のために、を発行していた。コミンフォルムの拠点は当初ユーゴスラビア、連邦人民共和国の首都ベオグラードに設置されていたが、独自路線を取ろうとする地頭とスターリンの対立が深まり、1948年6月に組織からユーゴスラビアが追放されると、 ルーマニアのブカレストへと移された。設立前には、チェコスロバキア、ポーランド、ハンガリーは、マーシャルプランによる援助を受けたがったが、スターリンは、ソ連の勢力圏からの離脱は許さずマーシャルプランに、参加させなかった。それに代わり、ソ連の外相ビャチェスラフ・モロトフが、モロトフプランを提唱した。これはソ連による、国際組織で、最終的に、 経済相互援助会議に発展した。ソ連がコミンフォルム加盟政党への統制を強めるにつれて、1950年1月6日、期間が高級平和のために、人民民主主義のために、に発表した日本の情勢についてで、米軍主体の占領軍を解放軍と規定して、平和革命を掲げた日本共産党の路線を誤りと指摘した。 この干渉のため日本共産党は、所管派や国際派などに内部分裂し、さらにその後、党の武装方針を定めた51年綱領が打ち出された。コミンフォルムは、ソ連のユーゴスラビアとの和解、及び、スターリンの死後のスターリン批判を受けて1956年に廃止された。ありがとうございます。